こんにちは、荒木和弘です。ちょっと宣伝なんですけども、自分の本もですね、これは2年前に書いた本なんですが、希望作戦発動拉致、北朝鮮拉致被害者を救出せよ、というこの本で、これオンデマンドで晩成社から出てます。読んでない方、ぜひお読みくださいと宣伝しておいてですね、実はこの本の中に書かれているのは、どういうふうに拉致をされるかということの一つの例、そしてどうやって取り返すかという、シミュレーションみたいなものなんですね。で、どうやって拉致をされていくかというのは、ある意味調査会の活動の積み重ねの中で、ある程度見えてきた、そういうものをですね、素材にして作っております。これ小説です。で、後半そのどうやって取り返すかの方はですね、これ予備役ブルーリボンの会でもうずっといろんなシミュレーションやってきたものを元にして作っているということなんですけれども、その間が実はこの小説はほとんど書かれていないですね。ちょっとはあるんですけども、でそれ間というのは、つまり拉致をされた方々が北朝鮮でどういうふうにされているかということなんです。でそれはまだ分かんないことが非常に多いです。で、これはおそらくという推測で言えばですね、一部の人は管理された状態にあり、またかなりの数の人が一般社会に出ているのではないだろうかということなんですね。一般社会に出ていると言うとですね、ちょっと不思議に思うかもしれません。じゃあなんで日本に助けを求めないんだということなんですけれども、これは有本恵子さん、石岡徹さん、松木薫さんのケースで、石岡徹さんがポーランドかなんかの人に頼んでですね、外国で郵便を投函してもらって実家に届いたと。これによって拉致が分かるんですが、これは後で処罰の対象になったとも言われています。で、もし分かったらですね、大変なことになるわけですね。ですから外に対しては言うことができない。実際に寺越さんなんかにしたって、日本から来た人たちにもう一言も自分が拉致をされているとかいうことは言えないわけですよね。ですから、これもああいう社会の中にいればもうそれは出せない。で一般の人に対しても自分は日本人拉致被害者だなんてことは言えないことになっている。で当然その言葉やなんかでおかしいなと思うんでしょうけども、在日の帰国者あるいはその家族というふうにすればですね、それでそんなもんかなと思う。であんまり詮索をすると、かえって自分の身に危険が降りかかるかもしれないということでですね、そういうことを思っていたとしても、北朝鮮の人の中で、それをなんかどっかへ伝えるということは非常に難しいのではないかと。そういうことが多数の拉致がなされているのにもかかわらず表に出てこない、一つの証拠みたいなものなのかもしれないなというふうには思います。で、私たちでもそういう人たちがラジオとかですね、聞いてくれたりビラを受け取ったりしてくれるのではないだろうかというふうに思って、活動をしているわけですけれども、これやはり大事なことはですね、向こうにいる方々がひょっとしたら帰れるかもしれないというふうに思ってくれることですね。それに希望を持たないと何かをしてくれないので、それをなんとかですね、奮い立てていきたいというふうに思います。でその一方で、ストックホルム合意の時だったかなんか、確か蓮池薫さんが言ってたような記憶があるんですけども、叶わない希望を持つということは、またそれは本人にとって辛いことであるというような、そういう趣旨の話をなんかされてたような気がします。でそれも事実なんですね。やるからにはそれはもう絶対に成功させなければいけないということになります。これも最後は誰かが責任を取るしかないということなんですけども、それができるかどうかですね。でも向こうにいる人たちが帰りたくないなんてことは私は絶対にないと思います。これは演劇の、よその国でもこれ一つのテーマになってますし、映画の恵みへの誓いでも、そういうものが出てくる。向こうにいて結婚して子供もできてんだから向こうから帰ってきたくないはずだっていうようなことはですね、それは本当に彼らが戻ってきて
それで、そうだということをはっきり言えば、その時そうだったのかって思えばいいだけの話でですね、北朝鮮にいる限りは絶対にそんな帰りたいとかいうことは言えないわけですから、我々はともかく、そういう人たち全てをですね、まず生存している方々は全て、日本に一旦、国家の意思として連れて帰る。でその後でご本人に、決定をさせるということでいいのではないだろうかなと、でいいのではないだろうかじゃなくて、そうしなければいけないんじゃないかなということを思っている、次第です。今日はちょっと自分の小説の宣伝を兼ねまして、向こうにいる人がどうしているかということのお話でした。今日もありがとうございました。